皆さんこんにちは、キッズです。今回はフリーの画像編集ソフトギンプでキラキラの星と切り抜き文字のフォトレタッチ方法を説明したいと思いますので、よろしくお願いします。それでは早速ギンプを開きましょう。今回は前回作ったエンジェルに追加で加工します。今回使用する写真をクリエイティブキッズラボの参考にしているページ記事内の無料ダウンロードボタンをクリックすると、同じ画像や写真が無料でダウンロードいただけます。ダウンロードして動画や記事を参考に一緒に練習してみてください。それでは今回の素材はこちらゴールドです。それでは前回のエンジェルの続きで、今回はキラキラの星を作成してみたいと思います。まず星を作成するために新しいレイヤーを追加します。一番上のレイヤーをまず最初に選択して、新しいレイヤーを追加を選択します。 OK、 新しいレイヤーが追加されました。キラキラの星を作成したいと思います。フィルターの中にある照明と投影超新星を選択します。星が作成されました。マークがありますが左側で移動できます。右側でサイズを変えることができます。こちらのパネルのカラーのところをクリックして色を選択できます。こちらで星のサイズを調整します。光を放っているこの本数等もこちらで調整することができます。増やしたり減らしたりすることができます。サイズを調整して OK をします。もう一つ今の星を作りたいと思います。再度フィルターを選択します。すると上の方に2番目の超新星の再表示、こちらの方を選択します。先ほどの同じ星を作りたいと思いますので、プリセットのプルダウンを開いて一番上を選択します。現れます。左側のプラスを移動させます。右側でサイズを調整します。これで OK。もう一つ作ってみましょう。フィルター超新星の再表示、プリセットの一番上、場所を移動してサイズを調整。一つ作ってみます。フィルターの超新星の再表示、プリセットの一番上、場所を移動して、OK。 これでキラキラ星ができました。次に、切り抜きの文字を作りたいと思います。ツールボックスのテキストツールを選択します。配置したいところを選択して文字を挿入します。全部選択してサイズを調整します。フォントは、ツールオプションのこちらのフォントマークをクリックするとこちらで選ぶことができます。サイズもこちらかこちらのパネルで大きさを変更することができます。では色を、ホワイトにします。こちらで、文字を作りました。今回は切り抜き文字にしたいと思いますので、
ダウンロードした素材を限定にドラッグします。こちらですね、一番上に来ました、文字の下に移動させましょう。レイヤーを、はい、今文字の下に来ました。では、ゴールドのレイヤーの上で右クリックしてレイヤーマスクの追加を選択します。完全透明黒を選択して追加します。それでは一番上のテキストレイヤーを選択してコントロールプラス C でコピーします。コピーしましたらテキストレイヤーを非表示にしてマスクを追加した黒マスクを選択してコピー&ペーストで貼り付けます。はい、切り抜かれました。フローティングを固定します。はい、今文字が切り抜かれました、場所を移動して置きたい場所に移動します、はい、では次に、こちらに、影をつけてみたいと思います。影をつけるためには今ゴールドとゴールドにマスクがついているのでマスクをまずこちらのレイヤーを右クリックしてレイヤーマスクの適用を選択します。で、これでもう完全にマスクが適用されます。この状態でフィルターをかけます。フィルターの照明と投影、こちらの中にあるドロップシャドウというのを選択します。はい、ではオパシティでまず濃さ、影の濃さですね、影の濃さを調整します。右側に移動させていくと影が濃くなります。今影との距離がありすぎるのでこちらの方の下げて距離を縮めます。ブラーで影のぼけ方を調整します。これで出来上がりです。見たら、はい、完成です。いかがでしょうか。これからも GIMP の使い方を動画と記事でアップしますので、もしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。